ありがとう。ありがとう。いや、質問がある。うん、で今日さ、あれや。前にも優しい手とか、あれやってやった後編にパッと来て、こう強く受けて、強く受けて、うん、強く受けるのと、こう優しい手すると、こう滑ってしまう。強く受けると、崩れるの、絶対。けど、優しい手。こう崩れてっちゃうの。で、これを、前後編、パッってやっちゃったけど、これの今度は、これを優しい手で、パンチを打つの。で、昔パンチの動画も前に上げてあるんだけど、今どっちかってちょっと流してみる。これ普通のパンチで、また写真だよね。普通に筋力のパンチを打つよ。こうやって。こういう感じだし。で、まあ、別に体重です。まあ、強く打てば、まあ、別として。これを同じぐらいの感じで、優しい手の感じ。ちょっと長引くから。で、もっと優しくしてる。だけど、商品が入ってたから。で、それを少し方向付けしてやる。こう入ってくる。力を緩めてるから、力がずっとある。筋力瞬発で使ったやつは、こんだけしかない。優しく緩めたやつは、そういうことがない。わかる？だから、緩めたら、いろんな力が使えるの。で、それをまたこの間はパンチ打ってきて、こう受けて、優しい手を受けて、こうヘロ、ひっくり返したいけど、今度逆に、今度パンチを打ってくれ、受けるから。パンチを打って。もう、優しい手でもなんでもいい。で、こう受けられるよ。そしたら、普通はこう力入れてると、今、トタノンが緩んでると、もうたっくん、こう、こう、されるわけよね。わかる？崩されるよ、これでも。だけど、これを、優しい手のパンチで入ってるわけ。受けたやつが崩れる。わかるかな？力を入れてパンチ打つと、この、トタノン結構優しい手ができてる人で、もう一回強いパンチで。俺が、興奮されちゃうわけでしょ。で、優しい手でくれて、俺は優しい手で、優しい手のパンチを打つわけ。こうなるんだから、優しい手の強い血の変な、優しさが勝る方が崩せるんじゃないかな。これが、だから、相手っていうのは、力比べじゃないから、緩めて力入ってる方が崩れちゃう。まあ、俺が力入れてたら、ここはもうすぐ崩しちゃう。崩されちゃう。だけど、こっちから攻撃してる。いや、でも本当は普通はこっちが力入ってるわけやから。と、絶対こっちが受けられたら崩されるのが普通に考えたら相手なんやけど、この手で攻撃すらも、今さっき見せた、こういう、もし受けんかったら、こういうふうに入ってる。力が入ってる感じなわけでしょ。ダメージを忘れるとかそういう感じじゃなくて、そういう、それなりのパワーで、もう一回受けられる。で、今ちょっとゆっくり押し込みましたけど、もう抜いて、これは読むのよ。何優しかったの？優しい手のまんまで、ちょっと衝撃を与えてる。残らない。ね、残らない。その時は効くんやけど、消えたよ。だからダメージにはならないわ。これ、今ぐらいの強さのパンチを筋力で打つと、例えばここちょっと足を触ると筋肉痛みたいに痛くなってるとかさ、ダメージ残るパンチやけど、今一瞬はもっと効くんやけど、まあ2、30秒すると消えるわけ。うん、で、そういう力のパンチで、で、そういうパンチで打っていって、受けると、受けられると、こっちが相手が入ってるわけだし。こういうふうに。だから、優しい手っていうのは、パンチで言っても、ただ、もう、戦ってない相手をやるっていうときは、攻撃すらも、だから優しい手で攻撃してるし、受けも優しい手で受けてるっていう。
子供さんとこう相手してるっていうのは気持ちいい。そういう気持ちになって、今こんな大きい180以上あることと、今回はこう、こう慣れたくなるレベルの、まあ一応20年以上の指定関係になると可愛い。これがアイキチコで、こんな感じなんだ。ありがとう。